巨人の星に引き続き、で次は丸山くんので今は大体皆さん分かったかと思いますが、うん、で丸山くんの格好を見ても分かる通り、はい、で、うん、それは何屋さんの格好でしょうな。これは植木屋さんの格好で、お僕はバカボンのパパなのだ。お、うん、でこの人変な人はで、ねえ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 ですか。ねえ、で僕はね、うん、で、あのバカボンなんですよ。これでもで、すごい怖いバカボンですね。いつもと同じっていう、いつものライブステージと同じ、ライブの衣装と同じ感じで。いつものライブはバカボンだったんだ。あ、すなわち、すなわち。これもでもあのあれだね、鈴木くんの衣装を借りて。ちょっとこう危ないレレレのおじさんみたいに、うん、これはまた竹ぼうきで、いやでもね竹ぼうき間に合わなかった。あ、それちょっとじゃあ吐いてみてもらえますか。レレレのお出かけですか。お出かけですか。ちょっとこれカメラ向いてよ。レレレのれお出かけですか。うん、ジェラルドファン見たら泣くね。俺多分明日あたりクビになってるから江川さんにぜひ見したいね。見したいね、うんうん、まあ、やっぱレレのおじさん手がこんなことになってるスティックもこうやって握ってこうそれはちょっと行動ですな、うん、難しいですね。難しいですね。行きましょうかバカボン、うん、そこ行きますか。早くやろう、はい、やりましょう。早くやりましょう。早く着替えたいみたいね。どうも。西から昇ったお日様が日も沈む。拍子で走ってるね。タカラッ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 。おお、来た来た。おお、これ、うん、タカタッタカタのリズムで思い出したけどさ、うん、シンディジーの曲でね、うん、あのなんとかなんとかバガボンドっていう曲あるんだけどさバガボンド、うん、で最後のあたりがな、途中だったか思い出せないけど、うん、バガボン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 っていうところあるんだよないい曲だな、うん、赤塚不二夫のファンなんだよ。いやいや、ピルリノとバガボン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 ってやってんだよな。まあ、ふと思いましたね。バガボンボンってやったの。タカタカタっていうリズムで。うんうん、バガボンの歌はね、まあ歌詞カード見れば、うん、あるんですけど、あんなに7番だか8番まであるとは知らなかったっすな。結構ね、長いんですよね、本もな。ちょっと歌詞カード用意できますかね。今はあの、うん、テレビバージョンでちょっと短めに、はい、
編曲しましたがね、うん、これを見るとですね、はいはい、まあ、西から昇ったお日様が、うん、ね、柳の枝に猫がいる。3番はね、4たす4は6でもない、8はパーなのさ。うわかっこいい。5番はね、うん、崖から落ちて怪我をした。あ、ちゃんとマスヒロの歌にやばいな、うん、崖から落ちて怪我をした、だから崖なのだ。うぅ、かっこ悪い。で、6番がさっき歌った赤デスターのキルダッシュ。で、最後の、6番が、うん、6番なのね、うん、バカでなくてもバカなのだ、それが天才だ。難しいなってなってましたね。いや、今いいんだべ、ここのバカでなくてもバカなのだ。あのね、なかなか哲学的なんですよ。あ、バカでなくてもバカなのだっていうのは反語で、すなわちみんなバカだっていうことを言ってる感じでしょ、これは、うん、あれ大丈夫なんですかね、今私バカよねっていうのは、おバカさんよね。うん、大体バガボンってすごい名前だよな。すごいですよね。自分の息子さんバガボンって言ってたんだよ。お母さんだってよ、うん、バガボンって言うのね。次男さ初めてつけたのにな、いいのかな。まあでもバガボンのパパだからね。あ、パパがつけたんだな、バガボンは名前な、きっと、うんうんうん、バガボンのパパはなんつうんだろうね、名前がね。バガボンのパパなんだって。だから私たち名字は何つうんだろうね。天才じゃない。あ、天才。天才バガボンのパパ、うん、天才はじめ、天才バガボン、天才バガボンのママ、うん、天才バガボンのママ、いい家庭だね。うん、考えるんですかね。天才いい家だですから、和島一家みたいなもんだもんね、これね。バガボンボン、でもその英語のバガボンドのことかもしれないしね、これは。バガボンドってどういう意味だべな。知りたいね、それ非常に。バガボンバガボンバガボン。まあ、そのアニメタルがやらないというところで、うん、結果的にお笑いとかのあのアニメソングになっちゃったけど、うん。そうそう、この前三柴さんから電話あってよ、バンドがさ、三柴椅子であの出演してくれた三柴さん。はいはい。いや、今度僕たちねって言って、うん、あのアニメタルをやるんですよ、さっきは。うん、何の曲やるんですか。ほうほうほう、まあ、丁寧な言葉言ってんだよな、うん、あの人。いや、天才バガボンとかドボンジョガエルやるんですって言ったら、かっこ悪いって言って電話口の向こうで、かっこ悪いだね。まあ、かっこ悪い。お笑いしてたけどな。あ、うん、まあ、というわけでね、うん、アニメタル2週にわたって、うん、長々とお送りしたわけですが、うん、コスプレもし、はい、できるかなと、うん、アニメタルの融合ということでお送りしましたが、いかがだったでしょうかね。え、うん、あれやればいいのにっていう人もいるでしょうね。まあ、いろいろあるのよね、曲はね。森越さんなんかマジンガー Z をやってほしかったって、いかにも森越さんらしい意見を言ってましたかね。ボスボロと誰かやんのくっちゃな、なんだっけそれ、それボスボロね、なんだっけそれ、なんて言えばいいんだろう、あのボスボロット、まあ、いわゆるジャイアのロボットみたいなやつが、マジンガー Z のジャイアンやったロボット、その他いろいろ広報曲あったわけですがね、うん、他にもこの曲やってほしいなんていうリクエストがありましたらね、僕らの方に、うん、アニメタル最初の段いきますか。そうそう、うん、冬休みマガ祭りではいはいはい、うん、なんかウルトラマンシリーズとか仮面ライダーシリーズとか来そうな気がする。あ、稲妻やってくださいとか、まあ、マイナーな、一応そうですよね、ヒーローもの以外という感じでいきませんか。ヒーローものでもいいけど、人がやらなそうな、あ、ヒーローものでもちょっとかっこ悪いやつ、ね、ロボコンとかでそうですよ、ね、あ、ロボコン、いいね、ロボコン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 、輪島ロボコンだな。え、なんで輪島ロボコンだよ。わわー、なんだべ、ゴリラみたいなごっついのみたいな、丸ガキじゃなくて、
ロボワル。ロボワル、うん、でロボコンとはいじめんの。ロボワルか、うん、マスヒロはよ、うん、ガンツ先生、ガンツ先生でもいいけど、なんかこう注射器持った女のロボットの姿、唇でっけえよ。いいだれば。ロビンちゃんじゃない。ロビンちゃんは美人でしょ、うん、そういえばロビンさんどうしてるか。ロビンさんどうしたかな。ジェラルドのボーカルロビンさん、なんか1年近く会ってないんだけどさ、ね、頼りがないのが元気という印ということで。あ、そうかも、ね、いいこと言うね、うん、というわけで、うん、マスヒロ君の作ったど根性がいる T シャツとかね、僕の作ったゴリライボ T シャツ皆さんにプレゼントしましょうね。あ、そうですね、うんうん、ここに送ってください、うん、その他なんかないですか。キタロの親父の目玉。 あれ欲しい人ねえだろ。 あれ送料ばっかりかかって、かさばってしょうがねえわ。ちゃんちゃんこ。あ、でもせっかく作ったのに送るっちゅうのもなんだけど、じゃあタイガースファンの人だったらあげましょうということですね、うんうん、あとなんかプレゼントできるものは、うん、あ、そっかそっか、にわか仕立てのネズミ男の衣装もじゃああげましょう。ああ、いいですね。じゃあ袋状になってますからね、穴は開いてますが、シーツとしてまだ使えますよ。まあ、作ろえば、うん、うん、作らなくても使えますよ。そこで、そこを使わないように寝てくれれば、うんうん、なかなかいい感じですね、うん、というわけでお送りしました。2週にわたってお送りしました、はい、アニメ太郎はい、アニメタル特集を特集、うん、終わらせていただきたいと思います。